時刻は0時を回りました、7月25日月曜日ですね。あれはい、リアチミッドアイタレラジア始まります。ということで、今このオープニング曲でなんかちょっと流れてるじゃないですか。なんかこれ私も弾けるんじゃないかなって今一瞬思ったんですけど、どうなんだろう。なんか帰ってちょっと練習してみようかなって今一瞬パッと思いつきました。そうですね、はい、で来週から生で、いやそれちょっと無いんですで今ちょっとギターもちょっと練習中で、はいはいはい、あれなんですよ、なんか私新しいギター買っちゃって、なんかツイッター載ってましたね気がつけば買っちゃったみたいな気がつけば買うっていうのはちょっとおかしい気がするんですけどそうなんですよ。でもなんか買っちゃいましたね。たまたま見に行っただけだったんですよ、うんうん、その日なんだっけな、土曜日、はいはいはい、この前の土曜日で、この、オリジンのライブを、うんうん、アンツバさんに誘われてちょっと見に行ったんですけど、はいはいはい、でその前に一回ちょっと那覇の方に行きたくて、うん、宝レコードさんの方にちょっとお邪魔して、はいはいはい、はい、いろいろ話を聞いてたんですけど、うん、そしたらなんかちょっと可愛いギター発見しちゃいまして、うんうん、私今持ってるのが安いレスポールっていうなんかひょうたんみたいなギターなんですけど、はいはいはい、それと同じ型でちょっと可愛い女の子向けのギターがあるっていうんで、うんうん、ちょっと見たら欲しくなっちゃって、はいはい、次の日ずっとどうしようかなって考えてて、はい、いや買っちゃおうと思って、はい、買っちゃった買っちゃいました。リオチです。はい、大変ですね。はい、でも音とかかなり違うんで、かなり、いいな、良かったですね。うん、なんかなんだろう、極端に言ったら FM と AM の違い、あんなに違う、極端に言ったらですけどねAM と FM 全然違うね、音質まあ違いますね、まあ本当に極端ですちょっと持っちゃった、ちょっと持ってますけど、まあ、でもそれぐらい、ああ感動っていう。でもさ、曲を、音を詳しい人はもしかしたら確かにそれぐらい違うよって言うかもしれないね。そうですね、なんかヘッドホンで聞いたら より分かるっていう形でしょうね、はい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 、ちょっと感動しました。サッチーさんがギターにも女の子向けってあるんだねって来てるけど、あ、そうそう、なんかその軽いの軽い、なんかレスポールってその重いんですけど、はいはいはい、それはなんか軽量化してて薄い、なんか眼鏡かもっちゃったそう、薄くて軽い、はいはい、そういう仕様になってて、はい、すごいおすすめ、女の子でも、ピンクだし、そうなんですよね。いくらなんですか？それは定価が8万ぐらい。結構しますね。定価ですよ、定価は、うん、でも安売りで5万ぐらいで買いました。まあまあまあ、でも結構しますね。そうなんです。で、私の安いギターが2万円だったんで、うん、まあ、店員さんもその間になんか20万のギブソンっていう、はいはいはい、買うよりか1個そういうの挟んでステップアップした方がいいよって言われて、うん、あ、なるほどなと思って、まあ、はいはいはい、ギブソンはちょっとね、ライブやできるようになったら買います。ヒーローさんが、はい、ボディが軽いやつあるねってきてる。あ、そうそうそう、それ、そう、なんかフェルナンデスっていうところから出てる、うん、初めて聞いた。え？フェルナンデス。まあまあ、あのギターのメーカーほとんど知らんはずだけどね。なんか日テレでフィルナンデスって番組があって、はい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 、なんかそれみたいでなんか面白かったですけど、ね。なるほど、かぶっちゃうね。はい。うん、サッチさんも高いってきて、高いね。そう、楽器は高いです。そう、高ければいいものがいっぱいあるんで。あ、すごいな。はい、ということで、じゃあ今週もこんな感じで、はい、私リオチと、うん、山内がお送りしますということで、はい、今夜もよろしくお願いします。こちらこそ。はい、ということでね、今日のテーマはあれ、先週から、うん、あの山内さんが虫でいいんじゃんってことで虫にしました。まさか本当の虫でいくとは思わなかったね。ちょっと虫攻めでいこうかなと思ってて、うんうん、やっぱまだいるんですよ、うちに。
虫一歩。あ、ゴキブリはいないですけど、ちっちゃいお友達がワンサがいて。あ、なんかだってさ、それはあれでしょ、ピヨチが網戸を開けて寝るからじゃん。いや、でも閉めるようにしたんですけど、うん、なんなんだ、繁殖してるんですか。そうそう、もう住みついてますよ。なんかまあ殺しても殺しても湧き出てきて。なんかあれ、アリノスコロリ的なやつさ、買わないとダメだよ。なんかあの変なスライムみたいなやつ置いてあるんです、うん、スライムの形にした小林ホイホイみたいな、はい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 、あれには入ってるんですけど、うん、まだいるっていう。あら、飛んでるし、這いつくばってるし、ちょっとやだなと思って。やだね。だからちょっと虫にしました、やっぱり。これさ、いっぱい買わないとダメなんですよ。あ、いろんなとこに置くってことですか。そう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 。一個ではとてもじゃないけど。やっぱりでシューってやってもいるんですよ。うん、あは。彼らすごいからね。昨日クモが2匹なんか壁にいて。クモが、うん、部屋の、そうなんですよ、でかいやつ。クモは私殺さないんですけど、うん、なんだ、クモの触って食べてくれるから。はい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 。でもなんかシューって何気なくやったら死んじゃいました。転んだ。あ、ちょっと悪いことしたかな。なんちゅう話や。大きいのは嫌ですよ。大きいのは嫌なんです。こんなちっちゃいの。ちっちゃいの。そうそうそう。ほら、部屋の四隅にシーサー置いた方がいいんじゃないって。うちシーサーなんめっちゃいますよ。テレビにもいるし、トイレにもいるし、あは、なんならマンションの ところにもいるし。じゃあシーサー効かないね。効かないですね、小林にはね。 お仕事してくんないですね。ヤモリ買ったらって、ムセスさんが。あれもメイちゃんもやる。本当だ。もう一応虫に当たる。ヤールは虫なの。やらないわ。爬虫類でしょ、あれ。爬虫類です。ヤールとかさ、うちの FM ギノのさ、はい、窓ガラスの外側によくついてて、あれなんかシロアリめっちゃ食べてますよ。すぐ見れる。あ、じゃあ仕事してますね。仕事するよ。いい仕事してますね。だからヤールはやっぱ可愛いからさ。そうですよね、可愛い。ヤール2匹ぐらい飼ったらいいんだよ。あれ飼えるんですか。飼える飼える。でも飼ってもだってゲージの中にいるから。あ、じゃねえです、もう話し合いはちょっと嫌だな、糞とかされるし。糞あるかな、ヤールの糞。皆さん見たことあります？え、だってね、生き物だからやっぱりね、水も飲むし、糞もするし、まあ、ね、しそうだけど。ヤールおすすめですよ、だから。食べれるんですか、ヤール。食べるか。困った時は食べますね。いや、なんか食べるのかな。やってみていくか。嫌ですよ、困った時は。へえ。どうしてもお腹空いたりさ、あの酒のつまみがない時。絶対やる。唐揚げうまいかも。絶対嫌ですよ。じゃあ今日もたくさんメールがいただいてるんで、はい、ああ、じゃあもうすぐかな。そうですね、時間がなくなっちゃう。うん、じゃあ早速いきましょう。はい、タカポさんからいただきました。タカポさん、はい、いつもありがとうございます。リアチさん、山内さん、こんにちは。こんにちは。テーマ虫ですが、うん、沖縄では絶対に無視できない虫として、うまい、あ、うまいですね、うん、G がありますね、はい、しかも他府県に比べてでかい、うん、まさにジャイアントの G とも言えます。あ、なるほどね。夜中に出てきて飛び回る、まるで鬼滅の刃の鬼です。過去笑い。宮地さんは沖縄に来て格闘したことありますか。まさに G ショックですよといただいてますね。今日絶好調ですね。絶好調ですね。ね、すごいですね、うん、あれですね、私が移住してきて、あ、そもう1年になるんですけど、はいはい、なんだっけな、当時そのいいのかな、言っちゃって、大じゃな、うんうん、の道、まだ車が、駐車場借りれなかったんで、はいはいはい、コインパーキングに停めてたんですよ。お、大変だ。で、その時に車を取りに行く時に、うん、あのその歩道、はい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 、歩道に G の方々が3匹ぐらい死んでて、あ、はいはいはい、踏みそうになって、あ、キモいね。それだけでキモいね。それでギャーって言って、なんか一人で飛び跳ねてた記憶があります。あは、あのさ、一時期さ、居酒屋のこの通りがあるんだけど、はい、沖縄市に、うん、居酒屋がこう並んでるんですよ。で、はいはい、細い道なんだけど、車が1台通るぐらい、うん、で、一応歩道もあって、そこの歩道を歩いてたらババって逃げていくわけ、うーわと思って、こっちはやべえと思って、うんうんうん、
そういう時期がありました。いやー、なんであんなに気持ち悪いんでしょうね。不思議だよね。なんかどっかの YouTube で見たことあるんですけど、うん、人間はもう虫を嫌うっていう DNA が入ってるみたいな、なんかそんなことが言ってました。そう、俺もさ、高校の時からさ、あのゴキブリは絶対どっかでさ DNA 的に嫌いだはず、うん、そう、なんか人間は産み込まれてるらしいですよ、ね、ただ研究者の方々は平気なんだよね、はい、あの殺虫剤作ってる人たちって思ってみんな嫌なんじゃないですか。仕事だから。仕事だから。そう、でも仕事でもできる。いやできない。あ、でも私の小学校の時に、うん、同級生の男の子だったんですけど、学校に出るじゃないですか、はいはいはい、普通だったらほうきとかでみんなギャーギャー言いながら作ったりとか、うんうん、それけど友達は手で捕まえて、はい、なんて言ったと思います、これ衝撃。美味しそうって言った。いや、それはやばい。いや、買おうよってみんな、でもあの内地のちっちゃいゴキブリでしょ。いや、でも茶羽ゴキブリだから結構大きいです、これぐらいの。みんな何言ってんのって言って、なんか未だに覚えてますね、うん、いや、きついね。きついですよ。あの子は今どうしてるんでしょうか。あの子はゴキブリ飼ってるかもしれないですね。もしかしたらあのね、研究家にね、そうなってるかもしれないですね、うん、結構変わった子だったんで。ということで、じゃあ次行きましょう。はい、あ、ナルトラさんですね。ありがとうございます。今日放送ですよね。そうですね、今日ってあのフリムラグ今収録水曜日にやってるので。そうですよね、放送日は月曜日。あ、そっかそっか、はい、私がそうか。そう、今そうだね、水曜日の、うん、ややこしやだ、ややこしやですね、はい、ということで虫、うん、やっぱり沖縄に引っ越して内地よりもでかいジーヒョンを見た時はさすがに自分もびっくりしました。大きいものばかり見ている人なら普通なんでしょうが、うん、内地のサイズを知っててあれを目の当たりにするとダメですね、もう見たくないと。やっぱみんな G だね。え、でも私もその後、はい、先月かな、うん、あの壁にあの外あの家の外にペタっていたんですけど、はいはいはい、みんな大きい大きいじゃないですか、はいはいはい、そういうそんなそんでもな い、それはちっちゃいやつ見たんじゃない。そうなんですかね、うん、大きいやつマジでかいよ。何ゴキブリなんですかね。分かんない。ゴキブリには茶バレゴキブリとか、うん、あとなんか餌用で売ってたりとかもする。すごい種類いるみたいね。すごいいるらしいですね、うん、何ゴキブリ、ヒーローさん来てるよ。俺の友達は G 飼ってるよ、海外のやつ。ああ、だからやっぱそういうなんかやつですよね、海外のね。そう、なんかペット用戦車みたいなね、鑑賞用みたいなやつですよね、うん、でもあれも気持ち悪いからね、よく見たら気持ち悪いですよね、うん、ガサガサゴソゴソ、そうそうそう、繁殖もするし、いや気持ち悪い。なんでこのテーマにしたの私は。今日大丈夫かな、夜ね、ガサッとしてはもうってなるかもな。あー、もうやだ、気持ち悪い。はい、次、はい、ゆうち、山内さん、こんばんは。ラジオネームサッチーです。おー、サッチーさん、あ、いいね、こんばんは。こんばんは。そして今日のテーマは虫だけど、うん、最近サチの網戸にクマゼミが溜まって朝からミーミーミーふさきて起きたさ、あ、うるさそう、それうるさそう。近くに木があるからそこに飛んできたんだろうけど、夏場はうるさくてたまらんよ、かっこだけ、シャメ添付するねであれやツイキャス入ってるねと。シャメも来てる。シャメ来てますね。あー、ほんとだ、見えんのかな。でもこれ私見たわ、ツイッターで。あー、いやいやいや、すごいね。確かに網戸に止まってミーミー鳴かれたらちょっと苦情ですよね、セミに。でも網戸に止まったことないっすよ。あ、本当ですか、うん、私おばあちゃんがよく泊まりに行ってた時はこの現象よくありました、ね、あー、そうなんだ。はい、うるさいと思って。あ、なかなかないな。結構な爆音ですよ、本当。わかる、うるさいよね。うるさいです、本当。その中でも寝てましたけどね、私は。あは、うるさくて。リュウチ寝そう。私はどこでも寝れます、多分。あ、寝そう。うん、どこでも寝れます。一回原付の上で寝たことあります。すごいね。危ないよ。あ、ちゃんと止めてですよ。いや、転げるだろ。いや、転げないんです。私はそれをなんかやった時にはどこでも寝れる人なんだなと思います。そうだね、本当に本当どこでも寝れる。すごいな、それ特技だよ。寝るのが趣味なもんで、はい、うーん、
ということで、じゃあ次、はい、長ハイサイリオチ山内さんシーサーボーイこれつぼっちゃうんですよね、いつも、うん、シーサーボーイのヒロヤイビン、いや今日のテーマ虫って笑虫虫虫、あねえねえ知ってる、沖縄にはウミンチュいるよね、うん、ウミンチュはたくさん魚を捕まえてきて、あさか、ん、魚を捕まえてくるよね、うん、たくさんマグロやカツオやイカ等を捕まえてくるよね、うん、でなんでウミンチュ魚の話をしてるってばって思ってるでしょ、思った、うん、それはね、ウミンチュから魚、魚からアニサキス、うん、そうなんです、そのアニサキスについて話したいと、うん、アニサキス、うん、あれですよね、あの幼虫じゃんあの胃に穴開けるやつですよね、そうそうそう、痛いやつ、今というか昔からアニサキスは厄介な線虫なんだけど、うん、はいはいはい、最近アニサキスなどの線虫の表面を厚さ 0.001 ミリくらいの柔軟性のある膜でコートする方法の開発に成功したらしく、線虫の製造は損なわず、その膜でコート前を同じように、難しいな、好みの匂いの方に動くことができるんだって。匂い、うん、なんか話が難しいぞ、謎だなで、うん、線虫を紫外線から保護する機能や、がん細胞を殺す物質を作り出す機能や、薬物を保持して放出する機能を、その膜っていうか、なんか電話かかってきたっていうか、スーツに搭載することができるんだって。今の科学ってやばいね。でもってアニサキスはがんの早期検査に用いられる線虫、なんだこれわかんない、 C なんとか、んかちょっとヒロポン長くねカエラブティなんとかかんとかと同様に、ヒロさん長くてごめんよガンの匂いにする方へ動くことができるとされていて、将来はアニサキスを使ったガンの治療が実現するかもしれないので、アニサキス意外と人の役に立つじゃん。以上アニサキスについてでした、またやーさいと。まあ結論から言うとアニサキスがガンの予防になりますよっていうことですね。なんか使えそうだなっていう、ね、ガンガンね、やっぱり私も実家じゃないや、何あれ、何親族、うん、先祖、先祖わかんないけど、うん、あのガン一家なんで、あ、はい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 、私もそれはちょっと気をつけたいな。そうね、でもそうなったらいいっすね、うん、アニサキス。そうですね、ガンは怖いですからね、本当に怖い。私もちゃんと検診とか行かないといけないんですけど、行ってる？行ってないんですよね、気づいたらもう明日死ぬよとか言われてもちょっと困るんで。どうするの、あと1年あと1年ってもう生き地獄ですよ、ね、でもなんかもう楽しいことやってね、そうね、終われたらいいんですけどね。確かにね、逆に宣告されてる方がいいかもしれないですよ。あ、確かに思い残しがなく、はい、うん、ね、あ、気をつけよう、はい、はい、じゃあ次行きます。ありがとうございます、岩瀬さん、はい、はい、やちさんこんばんは、埼玉のはちみつ一家です、いつもありがとうございます、はい、テーマ虫、うん、この時期は毛虫ですね。毛虫特に桜の青々した葉っぱをアメリカシロヒトリという毛虫が食べます。そのアメリカシロヒトリは毒を持っていて、刺されるとピリピリとした痛みが残り厄介です、うん、やだな。桜の木の下で張っていたり潰れたりしていますね切ない。虫というと毛虫を想像しますね。じゃああれなのかな、あれソメイヨシノにいるってことかな。うん、沖縄の桜には多分いないですね。そうですね、あんまり見たことないよね。ただ毛虫はいっぱいいますけど、何毛虫わかんない、ゲジ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 やだ、ゲジゲジ嫌ですね。なんであんなゲジゲジしてるんですかね。でも不思議よね、あんな毛虫がさ気持ち悪い蝶々になるわけでしょ。そうですね、全く違うもんね。そう、なんか天と地ですよ本当。蝶々はすごい綺麗で、で毛虫はさ、ね、そういう毒もあるじゃん。
そうですよね。だから蝶々なんて毒ないわけでしょ。飛べるから逃げられるからじゃないですか。あはあ。ケムシほらの下で張って張ってるから鳥に食べられちゃうかもしれないから。鳥に効くかな、あの毒がね。お腹壊すんじゃないですか、鳥も。そうなのかな。でも鳥ほらくちばし硬いからさ。効かないんじゃない。じゃあ何のための毒ですか。だからね。飾り。飾り。へえ、嫌だな。じゃあ次。はい。あ、めいちゃんさんから。おお、めいちゃん。はい。りおちさん、山内さん、こんばんは、めいちゃんでございます。おい。今日も聞いております。過去ツイキャスでね、ありがとうございます。うん、夕ご飯は久しぶりにナポリタンです。おお、いいね。いいね。たまたま見たサイトであまりにも開いた口が塞がらないくらい衝撃なんですが、うん、深夜の番組だから話すか、小学校から中学校の同級生にまさかの8月にあっち系のビデオデビュー、これ大丈夫なんだ、マジか。地方局でアナウンサーしてたのにこれはびっくりと衝撃で唖然でした、そしてガラッと変わりまして、虫、うん、虫の中で一番嫌いなのは G、 あ、やっぱり、うん、でもなんかじいさんがかわいそうになってきた。嘘でしょ。まあみんな嫌いでしょ。あれだけ飛んだ時や殺虫剤で殺そうとした時の逃げる速度が速い、うん、逃げ足は速いね。この暑い季節がじいが多くなる季節、じいが嫌いなものを置くようにしましょう。二重さんはもちろんじい嫌いよね。ではでは最後まで放送頑張ってねといただいてます。はい、ただいまりょうちにGを愛する心が芽生えました、ね、いやこんだけなんかみんな嫌い嫌いって言うとなんかかわいそうになってきますよね。でもほらはちみついかさんがさ虫と言ったら毛虫って言ったじゃないですか、うんうんうん、僕らはやっぱり虫と言ったら G っていう、まあまあそう、ね、感じなんだよね。確かに確かに。なんで本当にあんだけ気持ち悪いのかな。もうちょいさ気持ち悪くなければそんなに嫌われないよ。それは多分人間からの主観であって、うん、ジーには関係ない。だって猫とかすごい、うん、ヤッホーって食べちゃいます。猫食べないらしいよね。うちのニャンコもなんか夜中にガサガサやってて何やってんのと思って振り向いたら口にゴキブリくわえてやめなよって言うんですけど。でもそれ可愛がるわけでしょ。またテロテロされるわけでしょ。そうで、もう取ろうとするともう僕のものだよって言って逃げちゃうんですよね。渡さないよ。いや渡さない、いらないよそんなの。いや なんでゴキブリあんな気持ち悪いんですかね。ほんとね、ほんとね、うん、もうちょいなんだけどな。でも一応病原菌とかも持ってるから、はいはいはい、ね、害虫ではありますよね。うん、そうだから、噛まれたことあります、私。じい様に。大丈夫ね、なんか一応大丈夫でした。なんかネットで調べたら病原菌持ってるからなんとかかんとかだ、怖い。ネットでってこと最近じゃん。いや結構10年前ぐらいですよ。ああそうなんだ。まだスマホが出たってぐらいの時に仕事先で椅子に座ってたらなんかいたって思って見たら横にやつがいて、はいはいはい、多分こいつが噛んだんだろうなと。噛み逃げされました。いやいや怖い。噛みますからね皆さん。やつは噛むし飛ぶし速いし、ね、無敵だよね。あいつがでかかったらもう無敵だよ。いやもう人類滅亡しますよ。滅亡するね完全に。本当ですよ、うん、武蔵さん、リアスさん、ビキさんの山内さん、リスナーの皆さんこんばんはといただいてます。こんばんは。ラジオの収録生配信お疲れ様です。本日のテーマ虫、うん、になんだよ、携わるなのかな。メッセージまつわる、まつわるか、メッセージします、うん、よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ次ラストかな。はい、よしさん、みきさんの皆さん、リスナーの皆さんこんばんは。しょい、収録生配信お疲れ様です。タイトル、ネーム武蔵です。武蔵さん、本日のテーマ虫。僕は基本苦手な虫はなくて、あ、すごい、うん、すごい。子供の頃好きな虫はカブトムシ、クワガタが好きで家で飼ってたし、うん、セミとかバッタとか、あ、アミカゴとかで取って遊んでたけど、セミとか寿命は長いのを知ってからはとってもすぐ逃がしてましたね、うん、最近テレのアウト、バツデラックスで虫の食べ物や
虫スイーツとのコラボ、虫スイーツを好んで食べる女性がゲストに出てて、レギュラー芸能人みんな知ってましたね。リアさん、山内さん、好きな虫、今までどんな虫を食べたことがありますか、教えてください、お願いします。いや、ない、虫は食べたことありません。え、今度食べます。いいです、食べてますよ、食中。結構でも。ゲンゴロウと。あれも見た目は G ですか。そうですね。あの皮の G ですかね。そう。無理でございます。じゃ見た目だけだから。いや無理ですよ。じゃバッタバッタコオロギコオロギ。あ、でもうちのあのおばあちゃんのあれはイナゴの佃煮とか昔出てましたね。いとことかバリバリ食べてます。ということで。今度食べよう。嫌です。もう終わりですか。そうですね。早いね。もう早いですよ。どんどん早くなってる。はい。あ、アンチョさんも土曜日ありがとうございましたと。はい。ありがとうございました。ね。あと10秒です。じゃあ今日も楽しく聞いてくれてありがとうございました。いい夢を。また来週いい夢を。おやすみなさい。バイバイ。